俺みんなにさ、相談があってさ、一個、マジな相談。これ俺一人で絶対に叶わぬ存在、あの、相談なんだけど、明日ちょっと、その、とある写真を撮らなきゃいけないんだけど、オシャレしなきゃいけなくて、あの、ちょっと予算10万でさ、服選んでくんね。俺さ、服選んでくんね。これ、これ、これで行こうみたいな。冗談かってなるぞ、これ。な 何かの冗談ですかってなっちゃう俺がこれ来たら。いいの俺これ来て。ついに俺もデビューしていい俺デビューするぞ。おい、これとか、おい。デビューすんぞ、おいこれデビューしていいなあわ <laughs> これいいな。ちょっとなんかさ、なんか俺、俺にさ、 <laughs> ダメだろ <laughs> おい、ちょっとダメだろなあ。ここで行くわ、みんな。おい、どう <laughs> こ,れこの攻めた姿勢どうみんな。おしゃれの代名詞みたいな、この。おい、どう俺に合うっぺ、これおい俺に合うっぺよなあ。一個先の俺が見れるんじゃねえ。一個先の俺。 これどうみんな。マジな話。<laughs> どうなって、おい待て。まあ、服はいい。服は100本譲ってお前の好みを着ろ。お前髪型どうしたそれ。服は俺何も言わねえよ。いろいろな考え方がある。人には。髪型どうしたそれ。埋まっちゃってんじゃねえか。気に入ったぞ。 俺はこのショップに行く <laughs> 渋谷俺もう朝一でここ行くわ俺をコーディネートしてください俺はかっ俺をかっこよくしてください <laughs> 割とこのセレクトショップいいぞマジで俺ほんとに行くからななお前康介と同じお前康介と同じ刀身だから康介に聞け <laughs> お前ちょっとコースケに電話するわ。なあコースケ、お前服どこで買ってる俺に教えてくんねえっ,って。散々ゴリラなのあんなのバカにしてコースケに俺服買う場所聞かなきゃいけねえのわなあ。てか、潤で買おうかな。新宿の潤で買うで。なんか整合性があるし。潤。最近よく無理やり着てんだよ。潤の服。潤レッド。どういう感性で言ってんだそれでだから、いいねって。 絶対ダメなんじゃこれや。テリー伊藤じゃねえかお前バカだねこれ、これ着て似合うのどういう意図で言ってんだこれテリー伊藤じゃねえか顔がでかい人用の服ナイスお前どんだけタイムリーな記事書いてんだこいつ <laughs> なんかやだ俺気使われてる感出てやだ はいはい。顔が大きい人、着る服に困ってんでしょじゃあこれ着なさいよって。俺やだ。気使われてるこいつに。このデザイナーに。<laughs> なあ。ちょっと待ってくれよ、みんな。俺さ。ちょっと待ってくれ、みんな。俺、こういう感じだろ俺のに、俺に似合う服。俺、こういうファッションが似合うの。俺知らなかったんだけど、自分でも。 勝負かけすぎじゃねえか。なあ。俺、こういうファッションだったの。俺に似合うファッションって。なあ。<laughs> モデルが悪すぎる。<laughs> お前ひでえこと言うんじゃねえ。<laughs> 協力してもらっていて、なおかつディスるって。<laughs> え、俺に似合うファッションってこれだったのか。 なんか、うんこちゃんこんなの似合いますよって言っても結局なんかモデルのスタイルがいいじゃん。なあ。お前これでちゃんと調べろよ、おい。<laughs> おい、ちょっと俺信じねえからな。俺もうコスケに似合う服じゃなきゃ俺着ねえかんな。マジで。<laughs> おい、俺あれみんな、今までありがとう。みんな、今までありがとうございました。彼女ちゃんもう今日で死にました。理由を教えましょうか。 俺はもう死にましたなんでかっていうともう人前に出れません俺はもう出れません今までありがとうございました今日今日まで加藤純一を応援してくれて本当にありがとうございました僕は本当にうぬぼれてました久タイトじゃねえかパチパチなってんじゃねえか体がよこいつ真っブいんじゃんコウスケ 携帯の待ち受けにしたいわ、ね。この写真、携帯の待ち受けにしたくない何この顔どうすかみたいな加藤さんどうすかみたいな。対して俺喋ったことないけど、加藤さんどうすかって語りかけてくるんだけど、このコースが俺に来る。もうこんなんさ、ちょっと俺もうほ俺腹立ってきたわ。こんなやつさ、何着ても似合うじゃん、こんな11等身ぐらいのやつがよ。 お前、俺と比較したら俺の顔こんぐらいだった分な,なあ。こいつの4倍ぐらいなんだぞ。誰だって似合っちゃうじゃん。これ何だって似合っちゃうじゃん。参考にならねえんだよ。俺だからさ、あの雑誌のモデルとかほんといらねえと思うわ。で、あいつらって結局顔ちっちゃくてスタイルいいから、え <laughs>、コースケリプライてで、<laughs> おいちょっと、おいコースケ服教えてくれ、マジで、おい 頼むよ、ファッションリーダーちょ、コースケ、ちょっとマジ教えて、どこで吹くかってる教えろ、お前お前、明日俺に服く会に連れてけコースケちょ、頼むマジで <laughs> 俺やだよなんで俺さなあ、コスケ、俺たちさ、頭でけえでよスタイル一緒だから一緒に買い物行くべえって、ね、俺一番嫌なんだけどなんかその馴れ合い コウスケ今メール届いたけどお前が清とかフジとか平にあのー、コーディネートしてもらった写真爆発前のセルみたいってディスられてっからな俺たちの人に <laughs> お前爆発前のセルみたいだなって笑われてんぞ俺たち見返すぞ YouTube のファッションリーダーなんぞ2人で 2> <laughs> コウスケインスタで検索しようとしたらコウスケいらないか予測出てきた俺は必要としてるぞ今初めて今お前を必要としてる人に出会ったらいいんだそれで それでいいさ。ちょっとなんかみんなマジで教えてちょっとみんな、だ <laughs>。おい、ちょっと待て。おい。これがオシャレとされてるなら俺はオシャレじゃなくていい。<laughs> 俺はオシャレじゃなくていい。これが、よしとされてる世の中なら。おい。俺には着こなせねえよ、この、なんかこの、おい。この服。レベルが高すぎるだろう。 僕の友達の現役スタイリストが加藤さん,加藤さんはおしゃれな服が似合わないとのことなのでお前自然と言ったけどとんでもないぐらい失礼なこと言ってるぞジージャンとかミリタリージャケットが良いとのことです唯一め,めっちゃ似合うのが赤のチェックシャツとのことなのでどうか参考にしてみてください加藤さんはおしゃれな服が似合いませんってお前俺が小学校の時に純一君は歌に向いていないって言って音楽の道を諦めたのと同じぐらいの衝撃を受けたんだけど今。 そコースケの服を加藤さんに着せました。なんかいいね。こういうラグビー選手いるよな。こういう、こうやって見ると俺顔かっこいいな。こうやって見ると。加藤さんにコースケ、コスケの服着させました。なんかラグ、こういうラグビー選手いるよな。悪くねえな。こうやって見るとな。な,なんか、あり。似合ってる。なんか似合ってる。で、ね、このポーズ何このポーズ。でも頭の大きさとか足の長さが違うじゃん。なあ。 頭の大きさとか顔、足の長さが違うじゃん。膝下腰の半分くらいだろ、俺。ちょっと待ってな。膝下を半分にして。こんなんですあ、なんでお前合わせてくんだよ。ナオとインティ・ライミみたいな。パ、これだろ。今、お前知らねえかんな。お前これになるからな。俺の。写真。コースケのツイッターよ分かった。散々いじくり回しちゃったからな。画像まで使わせてもらったから、ちょっと。 一緒にファッションリーダーにしがみましょう。服も買いに行きましょう。わ <laughs> かった。ファッションリーダーのお前についていくわ。なんか俺服の関係で困ったことがあったらお前に聞くわ。コスケ、なんか最近いいいい服あるっつって。そうするわ。つっじゃあここで買うわ。わかった。二十万持っていく。奮発だ。大奮発じゃ。 ト <laughs> そうでごまねえ <laughs>、ね、ちょっとさ豚に真珠じゃないそれ、うん、今日ねあの午前中に買い物に行かはって結構すごい T シャツを買ってきたらしいんですよ、はい、でまあ今着てるのがそれなんですけど。 なんかもうみんな多分今日俺が身にまとってるオーラがいつもと違うなっていうのは分かると思うんですけどまあね、そうね、はい、これ、ちなみにこれ T シャツはいくらしたんですかこれ伊勢丹で七万円で買ってきました <laughs> <laughs> やっぱりあのー、ちょっと待って、ちょっと待って、あのさ <laughs> ごめんごめん思ってた以上に観覧の方が引いてる観覧 <laughs>、ね、の皆さんがみんな引いてるはい。ちょっともう伊勢丹の メの時間の3階のフロアを全員と着てっつってもう俺、今日金これだけ持ってきてるからもうとにかく俺を一番おしゃれにコーディネートできるところで買うからっ,つって若干浮いてますよね浮き足だってだからその今日自分の潜在写真を撮ってもらったんですけど,なんか多分ど自分の中で見せたいんでしょうねなんか顔色りこ,こっちちょっとっこっちをアピールしちゃって <laughs>。 いいっすねみたいな多分、あの、何ヶ月後か、<う>半月後か、何ヶ月後かに出てくると思うんですけども、はい、新しい純ちゃんの宣材写真、はい、あの、完全にディオールの T シャツをかってます。<laughs> <laughs> そうそう。ディオールの T シャツの CM みたいになってます、ね、そう,そうこ,こっち映してくだよ、みたいな。<laughs> 俺だけどうでもいいんだよ。この、この T シャツ高いんすよ、みたいな。い <laughs> や、ダメっすね。いやいや俺みたいなのはまだちょっと早いいや。